ご来場のファンの皆様、レースコース内にご注目ください。見事先ほどの第5レースプロ初勝利を飾った宮崎慎之介選手、これからレースコース内で水神祭が行われます。ぜひともお集まりいただきたいと思います。ボートレース平和島最終日の熱戦、嬉しいトピックがありました。135区新人宮崎慎之介選手がプロ初勝利を飾りました。宮崎選手は11月1日ホラデビューからこれが2節目ということになるんですが、プロ15勝目での嬉しい初勝利を飾りました。デビューシリーズから3着と船券絡みありまして、今シリーズは2着が1本、4着が2本というここまで成績でしたが、このシリーズ最終戦アウト6コースからのまくり、スタートタイミングはコンマ20というまくりを決めての勝利を飾りました。さあ、それではこれよりレースコースでは宮崎選手水神祭が行われます。それでは水神祭行っていただきましょう。よろしくお願いいたします。よろしいでしょうか。はい、本当におめでとうございます。お集まりの花皆さんも、5000円拍手など本当にありがとうございます。嬉しい水神祭宮崎慎之介選手、今後の活躍のぜひご期待をいただきたいと思います。ボートレース平和島最終日では嬉しいニュースがありました。埼玉の宮崎慎之介選手がデビューから2節目、15走目での初勝利ということになりました。6コースからの見事なまくり、本当にいいレースでした。これからの活躍にもご期待ください。本当におめでとうございます。エボートレース平和島レースコース内では、見事先ほどの第5レース6コースからまくってプロ初勝利を飾った宮崎慎之介選手の水神祭が行われました。ファンの皆様、5000円ありがとうございます。改めまして、初勝利おめでとうございます。ありがとうございます。デビュー2節目、はい、15走目、はいはい、おめでとうございます。ありがとうございます。これからも握ってたくさん船券絡めるように頑張るので応援よろしくお願いします。おめでとうございます。ありがとうございます。